デラキラスチャンネルのデラキラスでございます。今日はね、歌版オブ前夜祭、はい、ということでね、ウルトラマンオーグのこととか、ウルトラマンのこととか、なんかいろいろね、雑談していこうっていうね、まあ言ってしまえば手抜き動画と言いますか、雑談動画。いや、手抜きじゃねえ、一応編集するから。いやー、ついにね、もう明日です。7月9日、朝9時からテレビ東京系にて放送されます、ウルトラマンオーブ。楽しみですね。楽しみ楽しみ。どういう感じになっていくのかっていうね。すごく楽しみなんだけど、やっぱりスペシウムジャクリオもかっこいいし、バーンマイトもかっこいいし、ハリケーンスラッシュもかっこいい。ね。本当にどういうストーリーになっていくのか。ちょっとまず全然読めないんだけど、読めないから話せることがないんだけど、ね、オーブこれからこうなっていくんじゃないかとか、オーブこれからこうなってほしいなとか、ちょっとまだよくわかんないんだけど、まあこれから徐々にね、オーブ見ていくうちに、はぁ、なるほどってね、まあ、なっていくんじゃないかなというふうに思ってます。そして明日ね、オーブリングとか、カードセットとか、なんとなんだ、ソフビとか、いろいろ出るんで、まあその辺もね、すごく楽しみではありますね。まあまあ明日だけでね、かなり1万ぐらい飛ぶんじゃないかっていう、感じなんだけど、まあね、楽しみなんでね。まあ明日出るおもちゃはとりあえず全部確保しようかなと思っています。カードホルダー。そう、紅ガイがつけてるカードホルダーもね、カードつけられたら、それも買うしかないよね。そう、カード集め中って。もう大怪獣バトルの時もごっそりとカードを集めまして、大怪獣ラッシュの時もごっそり集めまして、サイバーカードでも、まだこれでもかっていうぐらい集めましたから。ほんとサイバーカードなんてね、父と母とか抜いたらほんと全部コンプだからね。ほんとに、よくあそこまで集めたと思う。地方限定だよ。まいったねと言いつつ、まあね、楽しかったですよ。でも、今回コンプするとかね、あ、言わない。データカードですってコンプするなんてね、ほぼ無理なんだから。だから、まあ、できる限り集めていきたいなって。ウルトラマンフュージョンファイトーティティティーね、ウルトラマンフュージョンファイトはね、すごく楽しいんですよ。カード中。カード中としてはね、もうね、すごくね、フュージョンファイトが楽しみなんですよ。まあね、どれぐらいね、NFC の入ったオーブリングで呼び込めるカードが、手に入るか、あれ何つったっけ、オーブクリスタルとか言って、オーブクリスタルが搭載されたカードをね、まあ、どれだけ入手できるかっていうのが、まあね、今回の試練ですね。そう、全部集めないけど、どれだけ集められるかっていう、ね、どうなんですかね。そう、フュージョンファイト、どれぐらいのウルトラマンが出るんですかね。どっかのリーク情報だと、全ウルトラマン登場みたいなね、ありましたけど、42人のウルトラマンがね、全部出てくれたらありがたいですね。うん、だからネオスとか、ツーワンとか。もう、そしたら、うひゃって、うひゃって、もう意地でも、意地でもカード集めてやりましたよ、そしたら。あとはですね、そうそうそう、あと今日は7月8日なんだけど、プレミアムバンダイの方で、ウルトラレプリカシリーズというのが予約開始になりまして、ですね、今回はベータカプセルと、スパークナイスだったんですよ。それがね、まあ、すごかったね。まあ、僕、両方とも予約できたんだけど、スパークレンスの方が30分で完売。ベータカプセルの方が約1時間で完売ということで、3000個だよ。3000個限定が30分と1時間で完売したって。どうだ、見たか、バンダイ。ねえ。ねえ、すごいね、やっぱりウルトラマンはね。本当にね、早く11時にね、スタンバイしててよかった。これはね、ぜひ2段、3段と続いてくれて、リーフラッシャーとか、スパークレンスじゃないよー、スパークレンス今回だよー、エスプレンダーとか、オスモプラックとか、バイトル出てくれればいいんじゃないかなーと思います。ウルトラマンフュージョンファイトー。あ、そうそうそう、iTunes でね、ウルトラマンのオーブの曲が出るみたいなんで、7月10日に出るみたいなんで、ぜひね、買ってみてはいかがですか。
と CD、ウルトラマンショップだからオンライン、そう、ウルトラマンショップとかで限定でも CD として出るみたいな、なんかね、そんなこと言ってる気がする。で、僕は iTunes で買うかな。さっきからずっと触れないエースロボットっていうね、このエースロボットは何なんだっていうね、これはもうね、究極大怪獣アルティメットモンスターのね、エースロボットなんですけれども、そうですよ、そう、アルティメットソリッドっていうシリーズがなんか復活するみたいで、アルティメットルミナンスっていうルミナンスでね、復活するみたいなので、まあ、ちょっとね、引っ張り出してアルティメットモンスターズの方を引っ張り出して見ました。うん、そっちも楽しみだよね。9月発売なんだけど、今度はね、目が光るウルトラマン、楽しみだね、アルティメットルミナンスさん。ということで、まあ、50周年ウルトラマン玩具が熱いぜっていうね、まあ、そういう感じですよね。はい、はい、ということで今回はですね、ウルトラマンオープンが楽しみだねっていうね、まあ、そういうお話でした。以上、デラキダスでした。バイ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 。とりあえずオーブのおもちゃ買ってくるんだけど、レビューはします。レビューは多分します。でも、オーブリングとかもさ、いろんな人やっててさ、レビューする必要、なくない?だったら、オーブリング後回しにしようかな、相手の。オーブリング後回しにして、なんかもう別のカードとか、カードセットとか、なんか、カードホルダーとか、バインダーとか先に紹介しようかな、みたいな。あ、そっちの方が意外と重要あるかもしれないみたいな。あ、そういうことしようかな。ね。そういうこと、そういうレビューの仕方をしよう。もうオーブリングなんてまず絶対みんなでレビューするんだから、明日。もうだって、もう今日で出てるんだから、オーブリングのもうなんかレビュー動画が。もうそのフラゲ民には勝てないんだから、フラゲ民には。フラゲの民には勝てないから。僕という色眼鏡を使ってオーブリングを見てみないか、みたいな。僕という色眼鏡ってなんだよ、みたいな、ね。もうそういう感じだからさ。色眼鏡もクソもねえよ、みたいなさ、うん。そういうさ、あれだから、まあ、オーブリングは後回しに紹介して、カードホルダーとか、カードセットとか、バインダーとか、ソフビとか、マガバッサーとか、マガバッサーとかね、紹介しようかな、みたいな。ね、そういうふうに思います。それでいいかな？あ、いいと思うって聞こえる。あ、いいと思うって聞こえる。いいと思うって聞こえる。よーし、古いね。ということで以上でラキダスでした。バイバイ。バイ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 。マガバッサー。マガバッサー。マガグランドキングね。マガグランドキング。マガバッサー。バッサー。